どうも、メヤです。どうも、メッチです。さあ、はい、ファイトリーグやっていきましょう。おい、どうした今。いやいや、なんか何言うか忘れちゃって今日ですね、はいはい、まあまあ、今日のは結構強いタッグじゃないですか。そうですね、なんか普通に今までというか最近、はい、いろんなコンセプトデッキを紹介できてきたんで、ここ前3本ぐらい多分結構ちょっとここでコンボデッキ的なね、僕らがやりたいやつみたいなのをちょっとやってるんですけど、はい、まあ、ちょっとそろそろね、まあ、これ強いんじゃないかっていうのを、ね、紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ行きましょう。相手 GGG と、はい、アスクリートデッグですね、はい、こちらアスクリトイという納金デッキで登場いたしました。やっぱり向こうの方がね、守りながら攻めるっていうのがちょっと強い気がしますが、こちらライオンいます。ありがとうございます。いきましょう。これでもライオンよりリンクスの方が初手は良さそうです、ね、そうなんですよね。で、あれもあるんでデュラハンもあるんで、はいはいはい、残ったら残ったら強いんですよ、そこありな気がします。ですよね、うん、そこかな。うんと、うん、ですよ。さあ、はい、行くぜ。そこ決めてみせるぜ。いいな、バスケもっと上手くなりたいわ。やってないじゃん。やってない来た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 、デュラハン。おいおいおい、これクレインで相手除去して、はい、デュラハンで800ダメージを打ちかますっていうのも相当強い動き、はい、これいいですね。で、これ1手目アスクリなんで、まあ多分リンクス残るんじゃないかなと。強いな。お前らのチークを俺のタンクに捧ぎ込め。これでも多分縦取ってきますよね。縦取られても全然クレイン取れるんで。ああ、そっかそっか、はい、クレインいいね。クレイン強いですよ。はい、なるほど。おー、いいしょい、はい、狙い通り。しょいしょいしょい、リンクスも生き残る。ギリギリ100残りですね。ですね。いや、でもね、やばいよ、700やって。まあ確かに言うてこれやばいですね。ライフ的にはかなりまずいっす。はい、結構おかしいよね。やばいでしょこれ。いや、強いですよ、やっぱり。強すぎるでしょ。はい、さあ、まあ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 、うん、ここは仕方がないので、はい、まあ、とりあえずクレインで、はい、処理をしつつ。ありがとうございます。デュラフン。でもこれ800ダメージで、うん、ぶっちゃけあれですね、トントンですね。ですね、はい。で、ここで一応バーストは打っておきましょうか、はい。まあ、盤面干渉しないんで、はい、まあ、打ち時かなと、うん。これで800ダメージ、残り1200、1200っすかね。じゃあ1300か。ですね、1300だったら、はい、いけますよ、うん、全然あります、はい、いきましょう。さあ、バイク乗りメイヤーがね、強すぎる、はい、やばいね。ね、ギラマジいいね。やばい。さあ、リーダー前もね、はい、止めつついけるので、うん、はい、まあこう今ありますが、バッファローとかね、はい、そして、はい、盤面というか手段に、ね、1300点あるんですよね、うん、いいっすね。ただこのトイが出せる HP が残るかどうかってとこもありますが、はい、確かにそうですね。トイが残って相手リーダーの横が開けばっていうところですかね。なるほど。これバースト使ってこなかったってことはパイの方を使うんですかね。パイ使って600、600なんで1100はでもないですよね。1500は間違いなくないです、うん、で問題としては、あ、それやな。なるほど、ちょっと嫌ですね。まだバースト打たないって感じですね。はい、打ってくる。あ、打ってくる。打たない。でもこれ、はい、あれですから、バイソン次第ですから。うん、ですね、はい、バイソン次第でもうゲームが終わります。はい、まあ、もちろんここで、ね、600を出すのが私メイヤです。お願いしやす。いきましょう、はい、まあ、500でもいいんでしょ。500でピッコリ、500でもいいっす。600でも勝ちと。はい、あ、だって逆に、うん、あ、でもリフティの4だとないかですね。ないないない、500。言って僕ね、これね、はい、センス5なんで、まあ2分の1ですから。センス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 。ああ、マジかー、やらかした。これはやらかした。マジ2分の1だよ、めや。これやらかした。俺、トイモンがセンス0で、こっち4なんすけど、まあまあダメだな、こっちだな。行きましょう。行きますよ。スーパークリティカルが出るのかけるしかない。さあ、いやー、終わったー。そこ2分の1外す。いや、スーパークリティカル出しますよ。お願いします。あの、ケツは吹きますんで。センス5。
はい、さあはい、どーい、まあね、まあまあまあ、そんなもんですよ、ですね、うん、うん、もう一回行きましょうか、もう一回行きましょう、さあ行きましょう、さあ行きましょう、おっと相手は JP ともう片方が何かって感じですね。まあアスクリでしょうね。うん、アスクリ、あ、トイか、トイですね、トイ、うん、このマリネッタで味方にしてデュラハン、はい、あ、なるほどね、のタイプじゃないですか。いやらしいね、これ嫌ですよね。うん、こんなやつはね、もう力でねじ伏せましょう。ねじ伏せましょう。だから結構ね、俺このトイと JP って、うん、トイがもうがむしゃらに攻めるじゃん。で、まあ、JP で一応 HP が他の、はい、何、相手に、相手よりも多いっていうのは結構強いですよね、やっぱり。強いです、うん、まあ、でもこれいい感じじゃないですか。はいはい、非常にいいですよ、うん、です、ね、綺麗に処理できますし、綺麗に処理して相手ライフに1100ダメージも与えるんです。はい、素晴らしい、いいですね。そんなね、使う前に、はいはい、保険適用外をね使わせる戦法でいきましょう。そんなこっちのリーダーを、はい、こっちのキャラクターをね味方にしてる暇があったら、うん、保険適用外使っとけっていうパターンでいきましょう。はいはいはい、いいですね、はい、素晴らしい、はい、やっぱ屍の姫君ね、斜めアーツがね、うん、スタイルチェンジで追加されたんで、はい、かなり使用しやすくなりましたね。ですね、はい、斜めとあと後ろにもやっぱりつながるんで、わー、かなりでかいですね、ですね。で、何よりね、木馬とね向きが逆なのが使いやすいんですよ、うん、いいっすよね。さあ JP 何来るか。 JP ね、ほんとね、ピンチになるまでは本当に弱いというか、本当弱いっす。まあ、最適としてもレイバウルフ、レイバウルフがいるけど、だけはやめます。あれぐらいが強いですよね。はいはいはい、まあ、それ、そう、ああいうのとか、ドカッティだったら全然どうしようもない。はい、まあ、メイリフはいいですね。メイリフは強い、うん、ただ、ここだと処理できないというね。うん、なので、どうするのかな。打つんですかね、バースト打って。なるほど。いや、バースト打つ必要ないですけど、ね、まあ、でもそうですね。これ、コアラとか味方になったらもう最悪ですから。うん、確かに。あ、一応そういう形で処理、はあはあ、なるほど。でも処理できないですよ、これだと。これはそうですね、結局2体残っちゃって、はい、ここにしぶといじゃないや、うん、恨みお化けに出る、恨みだよね、はい、恨みお化けに出るんですが、まあ、ただ言うてそこ止められ塞がれちゃってるんだよね。これもいきますか、僕の必殺、はい、にゃにゃみ。僕にゃにゃころび好きなんですけど、にゃにゃみも好きなんですよね。しどり用で開けるって手もありっちゃう。開けますか、一回それでもうガン攻めします。行きましょう。はい、はい、結局シフトロバケの効果で取れるんで、はい、うんうん、南で、まあ、ここそうですね、左か左下、左ここら辺に出れば、ね、はいはいはい、よいしょ、はい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 、プロ、いいね、これがニャニャミプロ、プロ、おいしょい、はい、クリスチャン、はい、おいしょい、ファイト、勝ちですね、さっきはそう言って勝ちと、はい、はい、最強、アスクリトイ最強、はい、ドロップもうまいと、おいしょい、はい、いや、これがファイトリーグ、いけ、ファイト、まあ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 、こういうことですね、まあまあまあ、そうですね、素晴らしい、うん。単純にやっぱりね、火力、うん、おかしいからね、これは強いですよね。トイ、アスクリ、どっちも本当に火力高いんで、うん、はい、まあ、で油断してるとですね、こういうコアラとかは HP も高いんで、うん、これを処理できないとデュラハンに利用されちゃうよとか、そう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 、あるって感じで残しちゃダメっすから、ですね、はい、もう一回いきましょう。さあ、いきましょう。おっと、また18番街、18番街ですね、うん、あ、まだっていうか、18番街は18番街は前の撮影です。そうです、じゃあ負けたんじゃないですか。負けましたっけ、ナルコを処理できなくて。あ、そっか、負けましたよね。負けてますね。行きましょう。はい、いいっすか、はい、ギャンブラーさあ、ウメッチドン。いやでもまあまあまあ仕方ないです、まあまあ、最低値300じゃないだけ、はいはいはい、ぶっちゃけ400、600って壊れてますから初期からまあ500、600出たら確かにおかしいですけど、はいはい、400、600でもですね、言うて壊れてます。確かに確かに、はい、意味わかんないですからね、うん、もっと言っちゃえば普通に300、600もやばいんだけどね、ステータスだけ見たら600、600っていいや普通に考えたらゲームになってないですから。なってないね、うん、ただこれ綺麗に処理してきましたね。やばい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 、このね、反り込みマジ強いよね。これおかしくないですか、うん、反り込みマジ強い。
え、バグじゃん、このこれバグなんですよ。で、アスクリがこの返しのターンでバース打つしかないですよ。処理できないんですよね。バース打ちましょう。いいですよ。いいっすか。はい、とりあえずバース打てば、はい、まあ、ギリ倒せるんで、うんうん、狐が残っちゃうんですよ、どうしてもですね。だからやりたくないっちゃやりたくないんですけどですね。全然やりたくはないですが、これではい、繋がんねえかな、どうにかして。いや無理だな、無理だね。だからまあこれで、うん、人面剣を、はい、置くしかなさそうですね。はい、ここで、はい、はい、いやー厳しい。まあしょうがないですね。はい、うん、ライオン一番右で、はい、木馬で前に2体処理してハートをうまいこと狐当てるっていうギャンブルもありましたが、いや当たんないっすよ。300削らないっすもん他は。ん、あ、300ってことか、残りの300ってことですね。あ、そうそうそう、ハートの効果の300がってこと。無理ですよそれは、ね、でもこれライフに入ってこないから入ってこないっすね。ありますね。はいはい、ここハート処理、人面剣残ってるだけで、うん、結構いいんでですね。まあ、本当はやっぱり人面剣リーダー横、相手リーダー横が一番強いですが、はい、こういうところに置いておくだけでも嫌なこと言いやすい、うん、どうしようかな。なるほど、ちょっと言うたら弱いんですよね。うんですね。まあそれもありですね。これいきましょうか。はい、これって、ピエロでブラックダメージライフに与えましょうか。はいはい、いいですね。はい、これね、やっぱね、トイの強いところって、後ろ処理に使った、はい、ね、ファイターたちを使えるのがいいですよね。ですね。はい、そこで、はい、ジャックをここに置くと。そうですね。はい、これで、一応ライフに500ダメージ。いいとこ行きた、うん、これ700与えたんで、ですね、1400まで削れますね。うん、タイまで。はい、これで、まだまだ僕たちに勝機はありますよ。まだありますね。はい、頼むぞ。うん、あとはやっぱりこのカエル、うん、ガマ次第ですね。うん、カエル、ガマ、ニャニャ転びあたりの召喚の運ですが、さあどこ来るか。チャリンチャリンなってる。なんかポケットに小銭が入ってる。うわ、いや何それ。でもね、結局、うん、僕らの手札で勝ちがないんで、まあ、先はそのクリティカルとニャナミのクリティカルにかけるしかないかな。なるほどね。でもこのターン多分死亡はないですよ。うん、ですね。繋がらないんで、はい、繋がらないです。はい、これ後ろ目に置いておいたのが功を奏したと。そうですね、いう感じですね。これね、リーダーの前に置かれるとマジできついです。あー、ガマここでか、キツネとかがこの前に出ちゃえば、あれこっちなんだ。あ、そっか、これだったらまだ、これだったらもうほんとワンチャン一発クリティカルで勝ちですから。ですね、行きましょう。さあ俺のニャニャミの力見せてやる。ニャニャミがもうセンス5と、はい、センス5で、はい、そしてそちらのね、サキバスちゃんも、俺もサキバスセンス5と。さあこれワンチャン全処理あるから、ね、私の出番に全処理なかったわ。全然ないです。ボーン、いやー出ない、チャンスタイム。あとは任せた。一回出ればいいですでしょ。一回出ればいい。はいはいはい。センス5だよ。簡単な話だ。我々センス5ですから。ドン。はいはい。というわけで、うん、まあ今日はね、はい、ちょっと強めの敵とか言ったけど、結構負けましたね。そうですね。多分残ってるのだと多分。1勝2敗ちょっと負け越しちゃってる感じになってると思いますが、まあまあまあ、まあまあ動きは見せれたんじゃないかと。そうですね、はい、ちょっとね、なんか引きが弱いところもあった気はするんですよ ね。もうちょっとね、なんか強い気が、うん、ここで、はい、このパワーがあればみたいなのもあったんで、うんうんうん、まあまあ仕方ないですけど、それ、はい、それで、まあ、こんな感じのレシピで、はい、今日はやっていきましたと。はい、やっぱり、トイもアスクリもパワーがめちゃくちゃ高いので、うん、とにかくパワーが強いと、はい、まあ、それでもご利用しなのかなという感じですね、はい、うん、で庁舎がトイあるんで、はいはい、皇帝でも、はい、つなげやすいですよね、アスクリに対して、はい、まあ、そこが強みかなと思います、うん、やっぱりね、もう乗った時の強さが異常じゃないので、乗った時はもう半端じゃないです、一瞬で倒せるんで、はい、まあ、ちょっとね、なんか
まあ、普段僕 GGG 使ったり、うんうんうん、JP 結構メインで使ってるんですけど、はいはいはい、長いから一戦一戦が、うんうんうん、あの疲れた時にもうやるかーってやらなくなっちゃうんですよ、ね、ねじ伏せちゃおうかなと、ねじ伏せようかなと、ね、でそれでまたねあの相手にうまいことねかわされてねあーってなっちゃうんですよ、まあね、そう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 いうところありますが、あります、はい、まあ、こんな感じのデッキでやってました、ねはい、もしよかったらねぜひぜひ使ってみてはいかがでしょうか、はい、はい、試してみてください。というわけで、うん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次回も見てください。お願いします。面白いと思った方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。またね。バイバイ。